ズーームしゃべり残し月曜バージョン皆ささん熱中症気をつけてくださいもう本当にあの季節の話題で申し訳ないんですけどもシャレにならないですからね、えー、本当にシャレにならないです何せ今日関東甲信九州南部東海で梅雨明けってえー、梅雨明け私関西でニュースに携わってもうおかねこり30年以上になりますが。 そうすするとね梅雨明けのイメージでで出来上がってんですよどういうふうに梅雨明けのイメージで出来上がるかというと関西は風物詩で、えー、毎年これは、ね、日にちが決まってるんですね7月の17日717ですね7月の17日が祇園祭の山鉾巡行って言ってあの山鉾と鉾が宮大路を練り歩くわけですこれがもう717に決まってるんですね。 でこの717が7月17日だいたい梅雨明けしてないよね祇園祭りの時はまあ祇園祭という祭り自体は1ヶ月間続く長い祭りなんですがまあハイライトはこ山鉾巡行山鉾巡行も実は前と後と2回あるんですが基本的にこの7月17日がハイライトでその前の、えー、夜がこう宵、えー、山って言って結構まあ京都観光客で賑わってみんなであの浴衣で行くんだけど大体梅雨明けしてないんですよ。 で雨に打たれてっていうケースが多いんですが、で祇園祭の山小巡行の七一七は打ち明けしてないけれどもちょうど一週間後の七月の二十四日これがあの天神祭りの良いミなんです天神祭りの本宮っていうかまあ本番はですね翌二十五日の昼間のはずですがそれの前の夜の二十四日が 天天神神祭祭りりのの花火大会等ががある、まあ、天神祭のハイライラトです、ね、これがなんですすねこれなんちょうど1週間のタイムラグがあって「祇園祭りの山鉾巡行の時には梅雨明けまだやったよね」でも7月の24日の「えー、天神祭りの宵宮」の時には大体梅雨明けてるよねっていうのが基本感覚的な梅雨明けの時期なんですがまだ6月27日で。 1> 1ヶ月ありますからねこのタイミングででまあ、梅雨明けってのは基本的にこう梅雨前線が太平洋高気圧に押されてどんどん北に上がっていって梅雨明けですからまあ、南から順番にた梅雨明けしていくっていうことで言うと、まあ、関東は関西の梅雨明けよりちょっと遅れるっていうイメージなんですが、まあ、今日はまだ関西は梅雨明けしてないんですが、えー、関東甲信九州南部東海まで梅雨明けしたということで。 かなりびっくりしま,した、あのー、まあまあ関東から北にかけては、えー、今のところダムの貯水率なんかはそこそこ高いということなんですがむしろ西日本の方が今貯水率が低くなってるということで西日本の方が水不足心配だとは言いながらちょっと天気大丈夫かこれっていうようなことでね、まあ、ラニーニョ現象みたいなことが何で起きるかについては今日オンエアでしゃべっておりますので興味のある方はそちらの方へ、えー、そうお そちらの方を参照してくださいさて今日週明け、えー、お伝えしたいのがですね今日ちょっとオンエアでやらなかったんですが週末参議院選挙ののの序盤情勢の世論調査というのが一斉に出ました各メディア各新聞がどう伝えているのか見出しを拾っていくとなんとなくあのその新聞が今回の選挙どう見てるかとか、えー、序盤の情勢がどうなっているのかというようなことが分かります読売新聞の見出しです。 えー、比例投票先、自民36%、維新10%、立民8%ということで、えー、これ、と、参議院比例選比、参議院の比例選でどこに投票しますかってこういう、ういう質問をするわけですね。でこれはあの、1ヶ月ごとの推移ですが、えー、選挙の直前になって自民党の支持が下がってるとは言いながら、でもまあ、圧倒的に強いですよね。 えー、その他の動きでいうとこのグラフでいうと公明党がちょっと赤上がってますけどまあまあ誤差の範囲でしょう野党全体に、えーうん、選挙が近づくと野党ぐっと上がってくるケースが多いんですけども今回はまあ若干は野党は選挙が近づくと上がってはいますけど大したことないですね、えー、ちょっと自民党の落ち方は激しいですがそれでもやっぱり圧倒的に強いのではい、えー、産経新聞の見出しは与党改選 過半数の勢い、改憲勢力三分の二も、改憲勢力とは何かというと、えっと、与党の自民公明に加えて、えー、憲法改正に積極的なあの国民、えー、民主それから維新、改、え、憲、ー、にまああの肯定的な無所属等を入れて三分の二、えー、いうことで、これは重要ですね。衆議院参議院ともにあの憲法改正するためには。 あの3分の2以上の賛成が憲法改正の発議に必要です国民投票の発議に必要なんですがそれが確保できる勢いだとはい朝日の見出しはこちらですね自公改選過半数の勢い野党一人区ふるわずそして毎日新聞は,はい毎日新聞はやっぱり憲法改正に対するあの危機感みたいなものがあってそれがまあ反映されている見出しになっています改憲勢力3分の2伺かがう与党過半数の勢い ただまあ、あの選挙の格言でね予測が予測を狂わせるという、えー、あの例えば与党が勝ちそうだぞみたいなことが事前に散々報道されると、えー、だったらちょっと与党はやめとこうかみたいなことで予予測測をすするるこことととでがが外れるということがあります、えー、それはもうみんな分かってますから各メディアは、えー、自分たちがこうなったらいいなという選挙結果にどういうふうな見出しをつけて誘導していくかっていう、うん、まあそのあたり を意識しながら新聞の見出しはあの読み解いた方がいいよとそういうことです。ただしね昔に比べてね精度下がってるんです。でこれ世論調査もそうですが、ね、もう顕著に精度が下がっているのが出口調査ですね。選挙の当日に誰に入れましたかっていうことを投票所で聞くんですよ。でそれをこう集計して、えー、あの何何党何議席っていうこれまあ8時に投票が締め切られた瞬間に。 昔は何やってたかというと各テレビ局は、えー、当選確実の打つ競争ってもう一刻も早く頼りも先に当選確実を打つっていう競争が行われてた時代があるんですがそうするとそれがだんだんエスカレートしてきてもうなんかある種の慣例で当選確実を最初に打った局が、えー、そこの候補者の 代表インタビューの権利を手に入れるみたいな慣例も出来上がってですね各メディアはもうこぞって当選確実を各局よりも1秒でも先に打つっていう競争をやらかしてた時代があったんですがその結果何が起きたかというともうえいやででつわけです、ね、当選確実ところが当選確実打った候補が落選するという事態が相次いで結構問題になってですね それはあの事実を伝える放送法違反じゃねえのかとかいろんなことでその落ちた人からクレーム受けたりとかですね、まあ、いろんな騒動があったんですね結果何が起きたかというとある時ですね全局が当選確実打った候補が最後数百票差で逆転されて落っこちるっていう事態があってでその時に大問題になって国会騒動になって、えー、各放送局の社長がですね えー、電波管理局っていうまあ今総務省昔は郵政省ですがそこの傘下のワカ役人に呼びつけられて、えー、年いった放送局の社長がどやしつけられたの次にこれやこんなことやらかしたらな放送免許取り消すぞとか脅かされたことがあったんですその結果どうなったかというと、えー、あの社へ帰ってきた放送局の社長が各局次の選挙では絶対に当選確実を打ち間違えるな 当選確実打ち間違えたらクビにするからなぐらいの勢いで怒られてですね現場がすごいビビって絶対当選確実は間違えないようにそれからですね他局が当選確実打たないと自分は打たないとそれまでは先に打つ競争してたのにそこから先もうオタクどうぞあいつもう NHK が打ったから当選確実みたいなことで代わりに何が起き始めたかというと。 当日の出口調査に基づく改選議席数の予測っていうのに切り替えたんですでこれはあくまでも事実じゃないですからつまりあくまでもこれは当日の出口調査に基づく選挙結果の予測ですよと。で、えー、当選が決まって確定していた確定していく数字に合わせてその数字は変更していきますということで。 これやり始めたのが20年ぐらい前で、当初はねかなり正確だったんですが、最近もうめちゃめちゃです。もうまあ、外れに外れる。なんで外れてきたかというと、出口調査って、あの調査員の質にものすごく影響されるところはまずあるんですが、それ以上に最近はですね、投票に行った人に誰に投票しましたかと聞いたときに、本当のことを言わない人が増えたんですよ。 あのそんなことなんで言わなきゃいけないんだとプライバシーの侵害だとで、えー、自分は何々党に入れたと誰それに入れたんだけども言いたくないで違うことを答える人が <laughs> 増えたみたいですね。それとまあ調査員の質もちょっと下がってるということも、まあ、バイト大量に動員するんですけどでも不慣れな人が行くと、まあ、それもですね無理何だ言ってくるわけですよ本社は、えー、そこのの選挙区の 有権者の比率に合わせた年齢層のサンプルを選んで聞きなさいそんなこと言われたってまずそもそも若い人が投票に行ってないから出口調査で捕まえようと思ってもいない上に捕まえても本当のこと言わないんでそこのデータをそれをねえそこの,あの投票所のあるところの地域の人口年齢別人口比に合わせて修正かけるわけですよ。そうすると ももとと少ないサンプルで20代の人はこう答えましたなんだけどそれが実際の人口比に合うようにサンプル取れたサンプルは少ないのに、えー、数学的にそれを何倍化することによってデータ出しちゃうどんどんデータの誤差が広がっていって今出口調査で8時になった瞬間に与党何議席野党何議席みたいなことをやるんだけど24時ぐらいになってきた時に全然違うじゃねえかと。 特にその出口調査に基づくそれで最初政党幹部にインタビューをするわけです。何々党のな何とかさん、えー、我が、うん、放送局の出口調査の結果によると大,大敗してますけどそのまま負けた責任はどう取るんですかみたいなことをその予測をもとに聞くわけですよ。 このま,ま聞かれたらしょうがないからいやもう本当にあれが理由でこれが理由で本当に申し訳ありませんみたいなこと言ってんだけど24時に近づいてきて数字が実数にこう修正されていくと勝ってたりなんかして勝ってんじゃねえかよって俺が政党の代表なら切れるねみたいなことがさあ今年の、えー、7月10日かあの投票日にどんなドラマが生まれるのかっていうかそれドラマって言っていいのかっていうのはありますけどね。そのあたりも 知識として持っておくと、開票つまらない対表開票特別番組を楽しむことができますから、まあちょっと参考にしていただいていいかなと。で、まあ当然それぞれの新聞はそれぞれのこうなってほしいなっていう選挙結果に導くような報道や見出しの付け方をするということは、ちょっとやっぱり心の片隅にメモしとかれた方がいいだろうと思います。はい、えー、今日は以上です。お付き合いいただき本当にありがとうございました。